皆さんが微積分本格的な微積分を勉強する上で必修必ず収めなければいけないそういう準備となる概念としてですね極限というのがありますで極限を考える上でまず出発点となるのは最も考えやすい数列の極限というやつですで数列の極限というのは普通は数列のこと一般公 an って表しますで、えー で, AN、で N を限限りなくく大きししした時の極限しばしばこういうい形で書きますでこの極限とは何かっていう問題を根本的に考えるのは大学の数学に譲らなければいけないんですけれども高等学校では普通は n が限りなく大きくしていくときに an が限りなく l に近づくその時にこう書くんだとこういう言い方だけで限りなく近づくっていう素朴な あ極限概念でこれだけを学ぶことになっていますで n を限りなく大きくするってねどのくらいからが限りないのか限りがあったら限りあるわけですから限りないっていうのはわけわかんないっちゃわけわかんないでも例えばここで n を10とする n を100とする n を1億とするあるいは1兆とするでそういうふうにしてどん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 大きくしていくそういう場面を考えてダイナミックに捉えるといいと思うんですね でその時に重要なことはどういうことかというと実はこんな煩雑な形してますけど n をうんと大きくしていけばですね 5n−2n−9 スてこれで言て9なんて定数ある、ね、関係ないって n が100になったら n の3乗100の3乗ですからえ100万ですか嘘ですか10の6乗10の6乗ってことは 100万ですか、えー、n を100とするだけで、n、の3乗100万になるわけですねでで500万に9足してもあんま関係ない500万円持っている人が9円くらいもらったからって言って嬉しいとあんまり思いませんよねつまり取るに足らない同じことは n の3乗に対して n の辞乗普通はあ n が10だったら n の辞乗は100になるえー 十分大きくなるはずなんですけど n の3乗が n が10でこれが1,000だとするとこちらはただの100ですからもうまさに位が違うわけですね桁が違うで、えー、この桁違いちっちゃいわけですで分子の中で n を大きくしていったきに重要な役割を果たすのは決定的にこれである分母についても決定的に重要な役割を果たすのはこれだあとは取るに足らないわけですであとは取るに足らない から結局 6n 分の 5n で6分の5っていうのが極限値だというふうに捉えるのがまあ正しい捉え方なんですけど一応数学ではそういうあまり雑なやつはやってはいけないことになっていましてこれは言ってみれば連威作法のようなものであんまり私は好きでないんですがこれを計算するに分子と分母を n の3乗で割るっていうことをやるす n の3乗で割ると分子は 5, プラ 5, プラ5マイナス5マイナス− n 分の2プラス n の3乗分の9こういうふうになる。分母の方を n の3乗で割ると6プラス n の2乗分の1マイナス n の3乗分の1こういうふうになる。 で、n を限りなく大きくしてやるとですね n 分の2とか n の3乗分の9とか n の2乗分の1とか n の3乗分の1どれもですねみんな0に収束する0に収束する限りなく小さくなる。でこういう計算をすることによって分母は6に分子は5に限りなく近づくので分数としては6分の5に限りなく近づく。でこういうふういいい。ふに論じななけければいけない ということを教えるのがまあ高等学校の数学3っていわれるも標準的なやり方ですね。で、えー、この分子分母を n の3乗で割るというちょっとわざとらしい変形をやることがまあ一般に求められています。でもその発想の一番のポイントはこの中でこれが主これが主というところでありますね。で あここのところですね、これ1ではなくてこれは7でなければならないという要するに無視していいということです。で,でこれはところで高等学校ではですねよく問題を解くときにちょっとうるさいこと言うとこのリミット n が無限大っていうやつをこれでイコールリミット n が無限大って。 こういうふういふにに書書くことが教科書的にはなされてるんですがこれ実は正しくなくてえー、とリミットとリミットが等しいということをじゃあどうやって証明するかということは前もって定義されていないといけないつまりリミット an= イコールリミット bnn を無限大こういう式を書くことをことを書くの教科書は普通に認めてますけどとは何ぞやったの こういうふうに問われると答えられないんですね高等学校で定義されているのはこれイコール L っていう例えば上が定数である場合 AN が限りなく L に近づくってこういう表現はテキストに載ってるんですけどこれは何だという答え書いてないですでこれを正当化するためにはちょっと進んだ知識が必要になるわけですねでまあそういうわけで私はこれは省いて N がゼロでないときにはこの式が成り立つ ね、n は仮りなく大きくしていくんだから当然 n はゼロでないとしていいに決まってるということで,でこういうふういふに書きましたこの2番についても実は同様でありまして、えー、っと一般に3の n 乗とか5の n 乗とか7の n 乗っていうのは n を仮りなく大きくするとみんな無限大に発散するんですけども公比が3の等比数です公比が5の等比数です公比が7の等比数です。 まあ決定的に重要な役割を果たすのはコーヒーが7の糖質ですその他の部分をこうやって無視してすれば、えー、分母はス7の n+1 プラス乗分子が7の, n 乗で7の n 乗で分子分母を約分するとス7分の1極限値はス7分の1こういうふうにやるのが実は筋のいい回答なんですがやっぱり学校数学ではこれやってはいけないことになっていまして。 ここれれを次のように変形すすることが求められます、えー、どういうふうにするか分子分母を7の n 乗で割ってやる7の n 乗で割ってやりますとこいつについて驚のようにって 3, 3のこの n+2 乗の2乗の部分だけ先に計算しておいて9かける3の n 乗7の n 乗でって7分の3の n 乗マイナス、えー、5かける7分の5の n 乗。 プラス1、えー、分子分母についても同様に、えー、マイナス7分の2の n 乗マイナス7かける、えー、1, <laughs> 1まあける7でいいですね。でこういうふうに分子分母を7の n 乗で割ることによってこう計算できる。えー、この部分はあ0に行くこの部分も0に行く この部分も0にいくということですから分母はマイナス7分子は1で従ってマイナス7分の1に限りなく近づくというわけです。高等学校の数列の極限に関連して本来高等学校の話題ではない大学の数学で重要な役割を果たす話題がちらっと出てきます。そそれはのの関数列の極限というものなんですね。 で関数列というのは Fnx とこんなふうに表される。で関数列の極限というのはこれ大学数学の非常に重要な話題なんですが最も簡単なのはその関数列の極限の中で Fnx と n を無円に飛ばした時の極限値というものです。我々の場合この Fnx に相当するものこの Fnx と いう関数に相当するものがこれなわけですねで、えー、n を限りなく大きくしたときにこの極限が定まるとしてそれを y としてでこのグラフを xy 平面上に書きなさいという問題は高等学校でとてもポピュラーな問題なんですが実は大学の数学でこれがなぜ大切なのかというとこの極限値を取った関数 のグラフを書くときに本当は Fnx という関数をもともと考えるこの関数があ,ある連続的な振る舞いを持つ連続関数であるとする関数 FnxF1x も F2x も F3x も全部連続関数であるとそうだとすれば極限が存在したら極限関数も連続になるんじゃないかとっていうふうに私たちは期待するんですがそれが成り立たないんですね。関関数列のの極限に関しては私たちの常識を えー、打ち破るそういう振る舞いがあ,ありますので、えー、これは非常に重要なーテーマとして大学では登場ししますしかし高等学校で、えー、こういうのを扱うときには実はものすごい簡単でありまして、えー、x というつの変数の関数で x の値によって、えー、x を n を無限大に飛ばしたときの振る舞いがどういうふうに変化するか。 そういうことが分かればいい。とういうのはどういうことかっていうともし x がですね、えー、絶対値において1より大であるとします。x が絶対値において1より大であるとすればこの x の 2n プラス1乗マイナス x プラス1分の x の 2n プラス2乗プラス1、えー、こういう式においてですね 圧倒的に重要な振る舞いをするのはどれか、X、がだから100万とか、X、がマイナ -200 万とかでそうだったらですね本当関係ないですね関係ない主要部分はこれとこれで、X、の 2n+1 乗分の、X、の 2n+2 乗そしたらこれはまあ大体、X、にしてしいんじゃないかとそういうふうに思いますよねで一方、X、の絶対値が 1>, 1, より小さい時1より小さい時になりますとこれ今度は先ほど重大だと言ったものこの重要だと言ったものこそが実は無視できるものになってその残りのものが大事だと。だから実はその時にはラ x 1分の1こういうふうになるべきだと。ここういういとが何もも計算しなくても わわかるわけですでこれ以外の場合として特に大事なのは x イコール、えー、プラス1の場合それから x イコールマイナス1の場合でこれはちょっと特別扱いしないといけない。で x が1の場合と x がマイナス1の場合、えー、x が1の場合は x の 2n プラス1乗も x の 2n プラス2乗も両方とも1でいいんですがマイナス1の場合にはこちらがプラス1になってこちらがマイナス1になるでそういう違いがあります。 でそういうわけで、x に応じて、えー、場合分けする。で、まあは、この4通りに場合分けして、えー、この fx を求めてやると。それをグラフにすればよい。というだけの話です。